皆さんご機嫌いかがですか。ポッドキャスト限定つれづれ川柳のお時間です。今日も全国津々浦々から寄せられた川柳でお楽しみください。いやー、それにしてもすごいですね。ポール・マッカートニーの離婚の慰謝料、日本円で47億円ですって。47億円あったら皆さん何します？何でもできるね。私ですか？私はもちろん今月発売されたばかりの新作天下を46億分買います。何個なの？さて、それでは皆さんの川柳ご紹介しましょう。まずはこちら、モグタンいただきました。不器用に泣いていいんだ卒業生、うん、不器用に泣いていいんだ、うん、卒業生、うんうん、シーズンですね、もうね。卒業シーズンですけども、うん、卒業式泣きました？全く泣かない。泣かねえよな、うん、男は泣かないか。いや、泣いてるやつもおったけどね。おったっけ？うん、おった？おったけど泣いたっけな。いや、泣いてないよな。俺泣いてないよ。やったって思ったからな、俺は。卒業できるって思ったから、なんかもう嬉しい方で。そやな、あんま考えたことないな。泣いてへんわ、うん、多分。さあ、もうブリセンです。早っ。もうブリセンですよ。早っ、一枚だけ。もうほんだ、もうな、はい、もうブリセンでいいよ。もうもうそう、もうなんかさ、もうほんまに、はいはいはい、もう形だけもええとこやもん。おい、ちゃうやろ、ズレ線があってのブリ線やろ。いや、本田はもうちょっとズレ線呼んでよ。ガキつかね、オープニングの企画あれもあるけど、やっぱトークあってのガキつかやろ、ちゃうか。そう言いたい俺は。視聴率の分岐はトークの時に下がると言われてるけども、でもトークがあるからこそな、あのオープニング企画が生きてくるんちゃうんか、ちゃうか。いや、別に僕はどっちだけでも、うん、こらこらこら、ブリさん行くぞ。こちら、コキヨ。畑から大根盗んで嫁に刺す。畑から大根盗んで嫁に刺す。ね、大根ですか。あの、ハードプレイですけどね。いいんじゃないでしょうか。さあ、こちら、どれだ。はじめまして、化け猫ですさんからいただきましたね、うん、あれ、現在海外に住んでるので週一で聞くブリーンを非常に楽しみにしてます。あ、ポッドキャストやから聞けるっていうこと。もう少しポッドキャストの時間を長くしてください。あら、海外で、海外からのブリセンですよ、おたらさん。うわ、世界的やな、ブリセンも。うわ、あ、やっぱさっきも世界的ですね。こちら行きましょう。聞くもんに入れば広がる新世界ってね。聞くもんに入れば広がる新世界ってね。新世界広がっていくって、うん、アナル開発ブリセンですね。アナル開発ブリセンさんですね、はい、広がっていくかね。広がりますよ、やっぱね。それは広がるでしょ、世界がね。でこちら、小田智彦。枯れかけのタンポポ挿入すぐ咲いた。え、なんて。枯れかけのタンポポ挿入すぐ咲いた。それぐらいパワーがあるってこと、パワーあるってことなの、あるってことを言いたかったのかな、うん、こちら、モグタンからいただきました、うん、糸電話アナルに当ててじっと待つ。糸電話アナルに当ててじっと待つ。やっぱ誰かからの声でしょうね。あーってこう、あー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 なるでしょ、なるでしょ、ね、ちくわのアナさんね。僕チンコ
昔はペニスと名乗ってた。僕チンコ、昔はペニスと名乗ってたですね。こちら6匹おかみさんいただきました。参りましょう。イソギンチャク、アナルに近づけ一悶着。イソギンチャク、アナルに近づけ一悶着。うまいですねこれね、小田さん、これは一悶着あるでしょ。一悶着、うわこれ一悶着ありますよ。一悶着ある。はわはわってなると思うんですよ。はわってなるよ、ありますあります。ラジオネームアジコくん、人が来る、早くうんこを片付けて。人が来る、早くうんこを片付けて。いろいろ想像させてくれますよね。いろいろ想像させてくれますほんまに。いやーこれはいろいろ想像したな。うわっ、これ最低なん来ましたね、最低なんもうやめて。もラジオネーム堀尾、父よりも母のうんこがコクがある。父よりも母のうんこがコクがある。うわもう気持ち悪。これギダユさんですか。ギダユさんやないよ。ギダユさんじゃない、ギダユさんとは違うよ。ほんま、そうかなって思う。最低やな。いやもうこれね、海外でも聞いてくれてるっていうのがね。まあまあね、それは嬉しいけどね、海外から聞いてくれてるっていうのは嬉しいですよ。海外でこの伊勢銀着アナルに近づけ一悶着って聞いてくれてるってことね。嬉しくて仕方ないですね。どうしました。お、何、なんか死んだ。あー、まさか、これまさか、それ何、何これ。ホタラさん、なんだこれ、なんか持ってきたけど今。うわ、ホタラさん、リスナーの人には書いてますよ。おうおう、新作天下は、新作天下持ってきた、なんと、うん、何度も使えるんです。使い捨てやなく。うわすげえ、何やこれ、繰り返し、これ繰り返し使えて経済的、約50回の使用が可能。何これ。NASA が開発したみたいな。ほんまに2つに開くから内部の洗浄が簡単、しかも乾きやすいから衛生的。どういうこと、どういうこと、なんだこれ、どういうこと、どうなってんのそれ、どうなってんのこれ。うわ何この、な、うわ断面図見える、うわ見えるけど、うわこれ絶対気持ちいいわ、圧巻、これ絶対気持ちいいわ。どうしよう、どうする、どうするって何が。正しく使用していただくことで約50回繰り返しご使用いただけます。やって、ちょっとどうしたらええの、こんなん出てもうても。すごいね、やったな、やった。電気仕掛けではないの。あ、重たい、そこそこ、いろいろこれ考えはるな、これは。なんでローション3種類もあんのこれ。え、ローションの硬さが違うの。3種類もうついてんねん。え、これうわ、うーん、うわ、ローションの種類が違うねんな。リアルとか本物志向のローションとかあるで。リアル、その名もリアルローション、リアルローション。何よそのローションの違いなんかし、何それ。ローションの違いって何なの、何なの。マイルド、リアル、ワイルド、ローションの違いだけでもこれ3回も楽しめんじゃんよ。3回どころやないみたいね。だから50回いけんだぜ。やばい、うわ、あ、ローション別売りであるんだ。おしゃれ。え、これ開けたらあかんの。これと、じゃあどうやって使うかがまず分かれるな、これ。どうぞ。ほんまや、あ、ほんまや、あ、開けちゃう。サラサラと固めと、うわ全然違う。開けたろ。ローションはこれ持って帰ります。そっち、あれはイキリーさんのやもん。おい待て、これまたじゃんけんやろ、こんなもん。イキリーさん絶対くれへんよ。
いいやろその発売前の僕だからくれるフィギュアみたいね、ほんまに。てめえ何言ってんだよ。どうやって使うの、まず貸してみ、貸してみ。開けね、パカッとすんねん、貸してみ。ここスポーツ引っこ抜くね。これを引っこ抜くの。チェック貸してるって。すごいな。スポーツ、スポーツ、スポーツ、スポーツ。来るから、早く来るから、スポーツ引っこ抜いてね。ああ、もうスポーツ引っこ抜いてね。これをスポーツ、ほらほら抜いて、え、この入り口にロージョン入れるわけ。いや、パカッと開けんねん。パカッと開くんです。うお、パカッと開いて、おお、玉みたいなやつ。うわ、え、どういうこと。ほんでどうやってすんの。ローション、ここにローション入れて閉めて、めて、でここにこのストッパーを上から今度はめて、うん、はめ込む、うん、はあ、はあ、ブラボー、ここブラボー、力加減、はあ、はあ、はあ、ブラボー、ブラボー、サラショルモ。これがまあ普通に使えば50回ぐらい使えるって書いてるわ。21日発売とかですね。え、3月21日、はい、たまみたついてる矢先っぽになっちゃう。これどこで買えんの。もう全国の小売店が、うん、あの限定発売なんです。限定、はい、これ限定にしたらいかんのんちゃう。もう常に常時売っとかなあかんのんちゃう。いや、ちょっとたまらんなこれ。かまへん、今日持って帰って。いや、じゃんけんこれ1個しかないの。1個しかない。じゃあちょっと終わってからやね。終わってから、これじゃんけんやろ、うん、これは負けられへんわ、このじゃんけんは。正直みんな気合入るんちゃう、久々の。っていうかこれポッドキャスト流れてんの海外に。これ海外、こんな聞いてても分からへんやん、これ何のこっちゃ。いや、気持ちは伝わるよ、こんだけ感動してんねやから。何のこっちゃ分からへんやんか、これ気持ちいいわ。何笑ってんねんすごいね、すごいね、しゃれてる。カフェに置いててもね、なあ、全然気づかんわな、ほんまにな。いや、で音楽これで聴けるかなって。聴けるやろなと思う。ほんまや、ほんまや。私も好きよ。いや、ほんまやな、うん、そういうこともやっぱり考えられてんのかな、うん、ポンって、うん、置いとってもおかしくないと。そうですね、ここに電気入れたら中から光るんじゃないですか。ほんまやな、あ、ほんまやわ、光る、うん、何がやねんこんなことは喋ってるわけないね。喋ってる感じ。ちょ、もう早出て行って閉めてくれへんから。もう終わるからね、これ。お願いしてや、ほんま。ポッドキャスト終わるから。ね、喋ってますね。うん、何言ってんの、はしゃぎ。ほんまに。はしゃぎすぎやねん。ほんま。何嬉しがって入ってきてんのあれ。じゃあね。説明したもんね。海外流れてる言うてね、これ。すごいな。な、ほんま。さあ、というわけで。